はい、トラポンです。今回の動画はですね、本日4月4日おすすめ厳選自車ご紹介動画ということで動画の方を作っていきたいと思います。本日もね、3列ほどピックアップさせていただきました。はい、ということでまず1つ目なんですけども、阪神5レース3歳1勝クラスです。ダート1400メートル。このレースを取り上げたいと思います。 はい。まあ、このレースを取り上げた理由といたしましては、まあ、3番のね、オーロラ・テスールの一番人気、推定一番人気、現在も一番人気ですけども、この馬がね、まあ、距離延長のローテーションということでね、まあ、そんなに、ま、信頼性がないんじゃないのかな、ということですよね。はい。ですのでね、まあ、一番人気は十分、あ,あの、飛ぶ可能性もあるということでね、あの、この馬を選ぶ形になりました。で、 私の本命は764番の I.I. アイアイテイラーということで、まあ、決闘がねカジノドライブ3区ということでこの3区はね基本的には叩いて叩いて良くなるという感じの傾向のあるしぼ馬なんですよねでも I.I. アイアイテイラーはデビュー戦で、まあ、勝ったとしかもコンマ6離して勝っているということで 今回2戦目ですけどもまだまだその状態面の上積みもありますしまだまだ時計はあのね決闘のその傾向からいけば縮まる可能性も十分あるということですよねそれでまあ外枠も引けましたのでスムーズにね流れに乗っていければこのメンバーでも十分やれるということでね人気もそんなにあの集中していませんので十分おいしいあの配当がね狙えるということでですねこの II テイラーでいきたいと思います はい 1400m もね前走阪神専用です,ですし今回もまた同じ阪神14ということでね、まあ、リズムが変わらず同じ競馬場と同じコースでまた出れるというのもねあの非常にあの狙い目だと思います、はい、しかも前走2番人気でねしっかり人気をまあ裏切らず勝ったということでね別にフロックしてフロックして勝ったというわけでもありませんので十分あの今回ね あの格上げ初戦になりますけども、まあ、1勝クラスのね条件ならば、もう連勝でね、一気にというふうに言ってもおかしくないというふうに思います。はいということで、1つ目のねおすすめ厳選軸馬は、阪神5レースの7枠14番のアイアイテイラーということにいたしました。はいで、2つ目がね中山中です。湾岸ステークスですね、2200メートルと。 いうことでね、まあ、このレースもね、非常にまあ人気馬がね、まあ、そこまで信頼できる馬じゃないかなと、まあ、格上げ初戦馬ももちろん一番人気はね、現在一番人気のキングオブコーンも格上げ初戦ということですし、まあ、その他もね、推定人気馬もそこまでね、あの安心して狙えるような馬ではないということですので、まあ、十分ね、この混戦のレースならば、まあ、中から狙っても面白いということで、 えーとですね、4枠8番のバルクテラモールというこちらの馬にしたいと思います。はい、本来ね、この馬、もうちょっと早くね、2勝クラス突破できたと思うんですよね。あのずっとね、2000メートルとか2400とかでいい競馬をしていたのもかかわらずで、ね、なぜか距離を短縮していってですね、1600メートルを3回使う時期があるんですけども、ここでね、かなり、まあ、ロスしたかなと。 でまた距離をね、2000メートルに伸ばしてきて、また内容が良くなってきて、まあ、前走2000メートルで勝つんですけども、もともとね、2000メートルとか2400で安定してた馬ですので、絶対距離は長い方がいいんですよね、ディープインパクトンクで。うんだから、なんで1600メートルここで挟んだのかなということでね、まあ、こういう形が着順を落とすことでね、まあ、なんかもたついたという印象がついてですね、まあ、勝ち上がってきたんだけど、まあ、人気はそんなにないと。 いうことなんですけども、おそらく2200メートルはね、このままあの、もちろん合うと思いますので、まあ、ディープはね、勝ち上がった連勝を狙えと、勢いのある時に狙えということでね、まあ、前回勝ってきての格上げ初戦ということでね、まあ、ここが絶好の狙い目なのかなというふうに私は思っております。ディープインパクト3区のね、勝ち上がりで、配当が24.3倍、11番人気というのはね、そんなにあのディープインパクト3区はね、勝って、 あの連勝でね来る時のパターンではここまで人気が下がることってほんとないんですよねですのでこれは非常に狙い目だと思いますはいですのでこの馬からいきたいと思いますはいということで2つ目のねおすすめ厳選軸馬は中山10レースのワンカンステークス4枠8番のバルクデラモールとこちらの馬でいきたいと思いますで最後はね 安心11レースのコーラルステークスということなんですけども、まあ、こちらもね一、推定人気の一番人気で売ってるルーゼルがですね、まあ、1200m からの延長ローテということでですね非常にスピードがね、強い馬ですので 1400m でももちろん絶対来ないとは言いませんけどもただこの 1400m の銀レーステークスの時はね馬場コンディションが不良ですごいスピードが出る馬場状態だったんですよねですのでそこまでスピードが 出る状態じゃない 1400m だと若干距離が長い可能性があるんじゃないかなということで、このレースを取り上げたいと思います。で、本命はですね、713番のバティスティーニということでね、前々走、京都のまあダーツ 1400m、こちらでね、勝ち上がって3勝クラスでオープン入りして、前走ね、ポラリスステークスオープン特別出たんですけども、4着だったということなんですよね。このままずっと芝レースを使ってですね、 まあ、2000m のダート戦、2000m でダート、この3走前にね、ダート1回目走ったんですけども、ここでは、ね、距離が長かったんですけども、距離短縮でね、一変して、全然走、勝ったということで、やっぱり全々走ね、かなり走ったと思うんですよね、その反動が若干、前走は出たかなと、休み明けで走ったということもありますし、ですのでね、私は前走の内容もそこまで悪くないところを見るとですね、今回もう一回ね、 あの立て直してというか、もう1回、その前々走のね、あのハンドが若干前走残ってたと思いますので、今回はもうワンランクですねパフォーマンス上げられる可能性があるんじゃないかなと、同じ阪神専用でね、同コースで、そうなってくると、ですね十分上位争いは可能かなと、それで現在22倍単勝オッツついてますし、あのオッズ的にもね、非常に狙い目なのかなと。 まあ単勝のまた総流しが13.9なので、おそらくもう少し売れてくると思いますけど、生馬連走流しオーツでもね、5.4倍ついていますので、十分狙い目かなというふうに思います。はい、ということでね、阪神11レースは7枠13番のバーティスティーニということでね、あのこちらの馬でいきたいと思います。ということでおさらいですね。はい、阪神5レース、7枠14番、アイアイテイラーと。 まあ決闘的にも叩き両家型でね、デビュー戦の内容0秒6差、8勝ということで、また同じ阪神専用と同コースならば、ですね十分1勝クラスでも、あのー、勝ち負けできる能力があると、上積みも期待できるということになります。で、2つ目が中山10レースの4枠8番のバルクデラモールと、まあ、ディープインパクトの勝ち上がりですよね、にしては人気がなさすぎる。で、もともとこの中長距離が得意な とということでね 1600m 使ったことがね、まあ、もたもたしてるイメージを植え付けて人気が下がってるんですけども、ここが狙い目かなというふうに思います。で、阪神11レース713番、バーティ・スティーニと、こちらも前々走1004で勝ち上がって、まあ、前走は反動が出たかなということで、前走と同じ阪神1 4でもう1、もう1、もう パフォーマンスですね。上げる可能性があるかなと、立て直してですね。で、十分勝ち負けできる可能性があるよということで、しかも人気もそんなにないよということで狙いたいと思います。はい。ということで、この3レースでいきたいと思います。本日の7月4日の,あのおすすめ厳選軸馬コーナーはこの3頭でいきたいと思います。ということでですね、今回のおすすめ厳選軸馬動画は以上になります。